はい、こんにちは、スプレーアートエレノメちゃんです。ということで、アクリルの方がね、ちょっと楽しくなってきたからね、ちょっとね、この見た前回の動画の狼、このマスキングテープでここ切ってってやったやつの、今度はね、鹿の黒のマスキングテープちょっと切ったから、それを取ってちょっとね、ピンク系ここら辺使って可愛い色を出していきたいと思います。可愛い感じ、セクシーな感じ。 OK、 でこんな感じでね、はいよ。わお、どう？じゃあこれでね、ピンクの背景を描いていきましょう。色の紹介です。ライトローズ、ペルシャローズ、キナクリドンローズライト、パーマネントレッド、バイオレットライト、はあ、ウルトラマリンバイオレット、パーマネントブルーバイオレット、あ、ちょっとあれも入れるか、白も入れとっか、チタニウムホワイトも。 OK、 じゃあね、こんな感じで白ライトローズ、えぇ、OK、 あ、多すぎた、ちょっとパープルっぽいのね。この丸く、丸い感じでね、よく白からじゃん、少しずつ、少しずつ、はつ、こうね、こうで、少しずつ、少しずつ、はい、少しずつ、見れる？とは言い難いけど、なんか求めてるやつとしか、なんか違うけど、知らない。じゃあ星は、じゃあ星はね、スポンジを切って、ちょっとこれ何もつけないで、星が消えちゃった、星が消えちゃったけど、
してグラデーションを作ります。いただきます。おー、来た来た来た。あ、うおー、めっちゃプロじゃん。めっちゃいいじゃん。まあちょっとね、背景もう少し練習しないといけないけど、まあちょっとどうですか。 OK ということで、ここ2、3日でね、こんな感じでね、やりました。いやー、まだなんかね、色の使い方とかスポンジの使い方とか全然ね、まだまだ感を感じるけど、まぁ、ちょっと楽しみながら頑張っていきたいと思います。まぁ、ちょっとでもなんか、おー、こんなやり方あるんだとか、へーみたいな思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントしてもらえたらめっちゃ嬉しいです。アディオスアミゴス。